うおかっこいい。だいぶ気合入ってるぞ、ケンキの髪の毛が。うわ、かわいい。おい、ケンキの顔映せ。遠目で見ても分かる、あいつ笑ってるぞ。注目選手、やはり初戦のボドカリリー、ここ結構注目してほしいですね。やってることが、正直に言ったらプラチナの上位ぐらいのことやってるんで、先方の中では死ぬほど強いね。で、カルビも、まあ、前回の RFN からどう成長したかは、あんまりその、あれなんだけど、まあ、自力が前回ね、花開いて強かったんで。で、河川さんが一番のダークホースかな、俺の中では。モダンの、ね、DJ 使っててあんまり情報がないからね。でも河川さんもいろんなゲームうまいからゲームセンスあると思うから、ボドカさんと一緒で、まあオギャーが出なかったら勝てるって感じかな。俺は3番手は1番勝ちそうなのがオボ、2番目がシャカさん、3番目がケンキで、ダークホースはシンジだと思ってる。で4番手、これね、フトンちゃんとドンピシャさんとササさんの強さはある程度もうこの前の RFN で分かっても、この人がねダークホースすぎて、俺配信見に行ったんだけど爆発。いやこれね、吉生さんワンチャン全員狩るぜ、これマジ強い。吉生さん、そう、マークされてないだけで、俺多分一番、多分ドンさんとかフトンちゃんとかより多分一ちゃん強いと思う、正直。その忖度なしで見たらマジで多分今一番強いと思うよ。気合が入ってるってのもあるんだけど、やっぱりモダンの強みがだいぶ出てるね。反応早いし、いやマジめっちゃ強いよ吉生さん。いいルーク、本当にいいルーク。でもう4番目はもう本当に誰が勝つかわからんもん、これは。このここはもういや強すぎ。てかボドカさんがスト6楽しそうにしてる、てかボドカさんがあんなにゲームを楽しそうにしてんのが俺すげえ嬉しかったわ。世の中が格ゲーっておもろいなってなってんのがいいわ。ここでね、ストリートファイターをもっとね、いろんな配信者が、いや、絶対やる。こんだけトップ配信者がやってるから、他の配信者たちも絶対スト6興味出てんだよ。いや、マジで連絡ください。いつでも教えます。リオンやるって言ってたんだ。はい。そこ勝利、お前。うるさそう、あいつがやったら。立てるか、お前。立てねえよな。お前立てねえよな。絶対言うよ、あいつ。こんな感じだもん、あいつ。パナシマ？そこでパナシマ？いいぞ。勝利なんだよね。出るんだよね、モダンは。昇竜なんだよね。飛んだ俺が悪い、これは。飛んだ、これは俺が悪い。うわ、何すげえ、かっこいい。かっこいい、なんだこれ、映画が始まるぞ。ゲーミング用。皆さんこんばんは。うわ、こんなところなんだ。うわ、灰谷さんがパリッとしとる、パリッとしてる。うわ、もうパンパンや。何人見とんの今これ。つい先日ね、ラスベガスの、うわ、もう大盛り上がりだ。もうだ、エボとかより見てない、すげえな。いや、格ゲーをこんな人数が見てんの、やべえ。あれ、嬉しそうだな。いや、嬉しいでしょ。俺が見てたあれだよ、幻想桃源郷ともだあれ、それだよ。いや、でもモダンがやっぱいいよな。モダンでも強くなれるっていうのがいいわ、このゲーム。いや、スト6はブイブイ、すげえ。格ゲーがここまで人気なのやばい、マジで。そろそろスト6ね、セールとか来ると思うから、そこでね、なんかセールとか来たらボーンってまたユーザー増えると思うから、もうそろそろセールワンチャン来てもいいんじゃねえのかって思ってるけど俺。スト6ね、ちょい高なのがねネックだからね。セール来ていい感じの値段で買えるようになったら増えそうだけど。いや、これ音楽が鳴ってんだ、今音楽が鳴ってんだ。おー、これ何なんだろう、 BGM 気になる。お、自分で音楽提出して決める。うお、かっこいい。いや、かっこいい。めっちゃ美女良くない、シャカさん。これ文社が流れてる、これブーン、文社が笹さんだ。笹さんっぽい。来るぞ果樹、来るぞ果樹。見慣れた光景。なんかでもエボとかより緊張しそう。いいね。
かっこいい釈迦さん。ちょっと待って、釈迦さんがかっこいい。これカルビどうやって入場してくるんだこれ。俺が行こうか。カルビの変装した俺が行けばよくない？バレねえよ多分。え？怖っ。誰の真似これ。ザンギ、ザンギにあんな技あったか。え、カルビはどういう入場なんだこれ。どういう入場するんだカルビは。アッカミカルビアッカミカルビしかもおいおー、だいぶ気合入ってるぞ。ケンキの髪の毛が、かっこいい、かっこいい。ケンキめっちゃかっけえぞ。ケンキが、あれなんかこんなこんなガタイ良かったっけケンキっていやいや、え、遅刻したん。よーし、遅刻したん。来るぞレジェンドが、レジェンドが来るぞ。王の降臨です。やべえ、アームカバーつけてる王が、やばい。おお、王よ、王の腰が低い。おお、マジでおっちゃんすぎる。マジおっちゃんすぎるって。王一番くぐってきたでしょう。こういうのは一番、こういうのはくぐってきたでしょうに。まあ曲は現地に行った人のね。あ、これ全員入場なんだ。いいね、このパネルを持ってきてたりはけたりするところは映さない、運営の配慮。まずい、映ってもうた。これ入場全員やるんだね。おお、でっか。スパイキー、もう明らかにでっけ。うわー、来たー来たー、オボモンドホンダ来たー。いいねーいいねー、マジで街中にほんと普通にいそう。絶対優しい、絶対優しい。この人来たー。ドグニーも細いよなー。ドグラいや、ドグニーでもな、爽やかなんだよな、すごい。まあさすがにここら辺のプロはもうね、慣れてますよ。やべえ、早くシンジが見たい。うぅー、かわいい。おい、ケンキの顔映せ。おいおい、笑ってるぞあいつ。遠目で見ても分かる、あいつ笑ってるぞ。すげえ、エボのシャツ着てる。さあもうすごいやん、もう大スターやん。カメラが、カメラが近すぎて、鬼屋さん近すぎますよ。鬼屋さんカメラがもう上向けないです、それ以上。ちょっと待って、DJ みたいな素振りだぞ。来るぞ、シンジ来るぞ、シンジが来るぞ、みんな。あれ、あ、緊張してる、あれあれ緊張してる。おお、いいねー、マジザンギエフやん。あ、でもちょっと緊張してる。シンジがでもちょっと緊張してんな、これ。強いぞこの人。いやマジでヤンキーやん、マジで。ブタちゃん潜在写真だ。うわや、緊張しそうだな、さすがに。風キュン来たどういう表情ちょっとどういう表情わかんない、わかんない、一番わかんない、一番わからん。どういう表情なんだろうな。なんだ、ダルシムっぽいぞ。なんかどういう表情なんだこれは。えなこりんかわいい。あんなかわいい子が、初出場になります。ボドカさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張れー、頑張れー、風よ集え。練習配信とかみんな見てくれたと思うんですけど、本番楽しみにしてましたか。おー、リリーでよかったな、マジで。本当に加瀬です、お願いします。オーケー。実は CR カップここ勝てば前人未到の3連覇ということで、はい、今日明日で優勝決めて3連覇決めてやりたいと思います。応援お願いします。
楽しみにしております。渋いね、いいね。シャカさんマジか、めっちゃかっこいいんだけど、シャカさん、まあ、練習配信ねみんな見てくれたと思うんですけど、まあ、今日マジで勝てると思います。おい、ててい、よろしくお願いいたします。よいしょ、笹さん。続いては笹さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。笹ピクです。練習もかなり長い時間やってきて、今回かっこいいキャラクターに、キャラ替えしたんで、まあ、かっこよく勝てるように今日は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いや、ジェイミーでもみんなマジでわかんないと思うんだよな。カズノコさん、お願いします。はい、カズノコです、よろしくお願いします。一番そのわかんないっていうのマジで、そうですね、アドだからな。チームメイトがすごい仕上がってるんで、まあ、優勝を。しかもジェイミーのいいところは酒飲んだら変わるからむずいんだよね、対戦慣れてないと。モコと申します、よろしくお願いします。モコさんマジライオンみたいな髪の毛になってるの。嬉しく思っております。そうですね、この1週間ちょっと未経験のストリートファイター6ですけども、コーチの教えとともにすごい自信をつけてきましたので、今日は必ず勝ちます。応援お願いします。よろしくお願いいたします。すげえ、マジで会場パンパンやな。え、赤見さん。そして続いては赤見カルビさんです、よろしくお願いします。はい、赤見カルビです。今日はオンラインで参加なんですけど、気持ちはオフラインなんで全力で頑張ろうと思います。応援よろしくお願いします。緊張してそう、だいぶ緊張してそうですけど。はい、どうも元気です。あ、でも声直ってるね、よかった。使ってもう、おい、皆さんに政治だ、最高のキャラなんだというところをね、お伝えします。政治するな、思ってきました。よろしくお願いします。めっちゃ日焼けしとる。めっちゃ日焼けしとる。ガーシーチャンネルみたいになってる。ケンキさん、ケンキーチャンネルになってるよこれ。今回ちょっと初めての格ゲーの大会なんですけど、まあ、副賞を務めさせていただいたということで、ちょっと爪痕を残して格ゲー会に爪痕を残したいと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。いいね、吉田さんっぽい。逆転で日本中を沸かせてくれましたディフェンディングチャンピオンにもなります梅原さんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。いや、ちょっとみんなすごい頑張ってくれたので期待に応えれるよう頑張りたいなと思ってるんですけど、どうだろうな。頑張ります。いや、いいわ。よろしくお願いいたします。マジで。いい、かわいい。梅ちゃん元気ない。いや、お前元気ある方だぞ。お前これ全然元気ある方だぞ。梅ちゃんもっとお前大会の時とかもっとドライな時あるからな。よろしくお願いします。シシロボタンです。ボタンさんもよろしくお願いします。ずっとやってるよな、マジで。 YouTube とかでずっとやってるよな、格ゲー。はい、スパゲです。お願いします。この日のためにマジみっちり練習してきたんで。いや、でもだいぶ詰めてると思うよ。ギアさんも投げたら盛り上がってください。お願いします。だいぶギアさんも。はい、TOP 覇者のおぼです。今日はね、まあ、シンジと誰と戦うか分かんないんですけど、ホンダプレイヤーをちょっと増やしたくて来たんで、よかったらね、この CR カップ終わった後ホンダのねクラン作るので、よかったら皆さん入ってください。それでは今日は楽しんでてください。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ナミシャです、よろしくお願いします。ガイルもいないよね、配信者で使ってる人。ドンさんぐらいしかいないよね、マジで。たんで、まあ、あんま見ないよな、ガイルって。思います。楽しみたいと思います。ね、いないよね。よろしくお願いします。だ、いないキャラ使うのってマジいいと思うんだよな。さあ、最後は大将ドクラさんです。お願いします。はい、ドクラです、よろしくお願いします。まあね、ほんとね、格闘ゲームの大会、こんなにいろんないっぱいの人が集まってくれて、もうそれだけで結構無料なんですけど、まあ、試合見てすごいなって思ったら、みんなで一緒に騒いだり楽しんだりできた上で優勝できたら最高だなと思いますので。おー、いいねー。ありがとうございます。しかも会場だとね、あれができるんだよ。えいができるんだよ。みんな知ってる？オフラインだけでできるやつがあるんだよな。いや、ガチかわいい。ガチかわいい。ここ1週間仕事とストロークしかやってないので、今日はクソ勝ちます。応援してください。口悪い。よろしくお願いします。クソ勝ちますね。来たぞ幕張。この人毎回こういう感じ。僕はいわゆるこのね、スト6でステージってのは2回目です。1回目は今年の8月、実施のエボ2023、こちらはラスベガスの方でね、私行ってまいったんですが、勝ちました。
結果で見せましょう。どういうこと。皆様どうか CR カップお楽しみを。これの後のシンジか。どうもちょっと一番嫌なバトンの落とされ方したけど小2話のやつはやりづらいんですけど、とりあえずワイワイさんの代わりに今日は来たんですけど、まあワイワイさんからシンジも気合入ってんな。ちょっとボの本田だけはガン処理していくんでよろしくお願いします。皆さん楽しんでください。いやでもマジでガン処理されると思うよ。応募布団ちゃんです、よろしくお願いします。いやもうねスクリームではねちょっと全敗だったんですよ。あ、そうなんだ。死ぬ思いで練習してきました。もうね今日もう死の子の言わずに最高の竜をお届けします。まあでも副将さん、俺あんたの思ってる20倍飛ぶからな。副将でも確かに強いな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フードです。いやフードさんマジ、そうですね、美女と野獣なんですけど全部勝ちそう。えなこちゃんは正直めちゃめちゃ勝ちそうだなと思ってます。だ野獣次第で、まあ、うちらが優勝するかどうか。いや美女と野獣の美女が美女すぎるって。負けて盛り上げちゃったなと思ったんで今回は勝って盛り上げたい。美女が美女の中でも美女のおい座らしてやってくれ、座らしてやってくれその子。